こんにちは、柴田です。今回は今と昔のレスポールタイプ、5万円くらいのレスポールタイプを比較してみたいと思います。比較するのは、一つはこちら、バニのレスポールカスタム RLC55 になります。定価5万5千円ですね。年代はだいたい2010年頃のギターになります。そしてもう一本がこちら、グレコのレスポールカスタム、カラーはサンバースですけれども、こちらカスタムになっております。1980年のダイヤモンドインレイのグレコ EG500 というふうなギターになっております。定価5万円ですね。めちゃめちゃ綺麗な状態で残っているというところで、非常に期待できるギターです。今回2010年頃のギターと1980年のギター、どれぐらい違うのかっていうのでですね、音を鳴らし比べてみたいと思うんですけれども、パッと見た感じですね、この古いギターのすごいなと思ったのはやっぱり木目ですね。まあ、バニーのレスカスは黒なんで木目見えないんですけれども、これはねシースルーになっております。非常に綺麗な木目になっているので、後ほどですね木目しっかりと見ていただきたいと思います。そして鳴らしてびっくりしたのは生音のデカさ。こんなに生音デカいのっていうぐらいね、ちょっとびっくりするぐらい生音爆音という風な感じです。まあ、生音に関してはね、エレキギターはまあピックアップで原振動を拾うから生音っていうのはねあんま関係ないよっていう人もいるし、いやいや木がしっかり鳴っている方がギターはいいに決まってると、まあもろもろ諸説ございますけれども、僕もねやっぱりね生音は鳴ってた方がね何かと気持ちいいかなというふうに思います。ちょっと試しに弾いてみましょうかね。じゃあまずねバニーのレスカス鳴らしていきましょう。カメラのマイクでどれぐらい伝わるかっていうのはちょっと心配ですけれども、鳴らしてみます。まあ普通のギターはこんな感じですよね。ではグレコのレスポールタイプ、ちょっと伝わんないかもしれないんですけれども、体感的にはかなりですね大きい感じです。ではカメラを寄せて各パーツ見ていきたいと思います。では細かく見ていきましょう。こちらグレコのレスポールカスタムです。ダイヤモンドインレイ、このヘッドに傷一つないというね、この綺麗さ、これが40年前のものですよ。こうやって下に来まして、ボディもめっちゃ綺麗で、このピックアップもピッカピカです。オリジナルパーツですよ。ブリッジも非常に綺麗ですね。そして続いてバーニーのレスポールカスタムですね。こちらのインレイもね非常に綺麗でかっこいいです。2010年ぐらいのなのであんまり傷ついてないですね。色も非常にいいですね。オリジナルのパーツになっておりますと。まずは指板から見ていきましょうかね。こちらグレコのレスポールカスタム、ローズウッドなんですけれども、非常にいい色合いです。若干ねちょっと色抜けしてる感じもオールドな雰囲気が出ているかと思います。続いてバーニーですね。ちょっとね色が落ちてるんですよ。同じローズウッドなんですけれども、薄い感じの色ですよね。こちらグレコです。これがバーニーです。そしてグレコのですねレスポールカスタムはトップがシースルーになっているので、メイプルの目が見えます。2ピースになってますね。メイプルは、バニーは黒塗りなのでトップは見えないですね。こちらもメイプルトップになっております。そしてバックです。バックはマホガニーなんですが、
見てください、この綺麗なマホガニーの目。ネックもですね、マホガニーです。非常に綺麗な目が出てます。木目だけでね、一杯飲めるような感じですよ。ペグを見ていきましょう。グレコのオリジナルのペグです。品番のシールがしっかり残っていると。バーニーの方はノーネームですね。ノーネームのペグが使用されております、というふうな感じになっておりまして、この後音鳴らしていくんですけれども、重量はですね、バーニーのレスポールカスタムの方が重いです。こっちの方が 4.2 キロぐらいあるんですかね。そしてグレコが4キロぐらいです。もしかしたら年月が経って枯れて軽くなった可能性もなきにしもあらずっていうところですかね。ではこの後音鳴らしていきます。いかがでしたでしょうか。お聞きいただいた通りですね、1980年のグレコのレスポールタイプの方が枯れてる感じがめちゃめちゃ出てますよね。特にクリーンの時。バーニーの方はですね、やっぱりピックアップが新しいっていうのがあって、ちょっと出力が強めで現代風なサウンドですよね。歪みの音もグレコの方がこう詰まっているような感じしますよね。枯れた感じで音がちょっと詰まってると。このね、バーニーのレスポールカスタムなんですけれども、僕ちょっと安めのレスポールカスタムをずっと探していて、かなりの本数ですね、いろんなお店でですね、鳴らしまくりました。まあ、エピフォンだったり、東海だったり、まあ、このバーニーだったりというところで、もう何十本も弾いて、選ばれたのがこのバーニーのレスポールカスタムなので、これはね結構ね当たりのギターだと思ってます。ギターは同じスペックでもやっぱり当たり外れだったりとか、自分に合ってる合ってないとか、まあそういったものもありますからね。いろんなギターを弾いた中でこれ良かったやつなんで、結構当たりの方です。今回は5万円ぐらいの縛りでバーニーとグレコのレスポールを鳴らし比べてみたんですけれども、
まあ、ギターは個体差があるので、このメーカーこの品番がこうだというわけではなくて、ぜひぜひですね、皆さんお店へ行って鳴らしてみて、特に中古は一点物ですからね、それが一番確かかもしれないですね。というふうな感じでですね、今回の企画、まあ、安めなレスポールタイプをいろいろ鳴らし比べてみてですね、今後も皆さんにご紹介していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。